こんにちは、リースケです。ということで本日は2023年に発売が噂されているレゴのリーク情報の中でも飛び抜けて大注目と言ってもいい、あの懐かしき南海の勇者シリーズよりサブレ砦でのリメイクセットが正式発表されましたので、早速ね見ていきましょう。とその前に、この動画がいいなって思っていただければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。下にあるグッドボタンでできます。それでは行ってみましょう。10320エルドラド要塞パーツ数は2509、価格はレゴ公式で 27,980 円、2023年7月7日発売予定となっています。今から遡ること34年前、1989年に発売されました南海の勇者シリーズより総督軍のサブレ砦をリメイクした、今回はエルドラド要塞という名前で、当時の英語名のセットに付けられていたセット名として登場しました。控えめに言ってもですね、最高すぎると思っていますし、ついに来ましたね。待ち望んでいたものが登場しました。このリメイクセットが登場する、そして7月発売になるのではという噂は、2023年の早い段階からリークしていたものの、この動画を公開している6月中旬になっても何にも音沙汰なし、続報が全然来ない状態が続き、正直本当に発売されるのかなとマジでヒヤヒヤしていたんですが、安心しました。噂の通り、とんでもなく素敵なセットになり登場することになりました。まずは見てください、このパッケージ。1980年代90年代にかけて発売されていたレゴと同じく、右上にレゴのロゴ、左上には斜めの帯、そして黄色い箱のパッケージが今回も採用されています。もうこれだけでもね、鳥肌もんです。そして個人的にもね、これちょっと意外だったんですけども、このように当時のデザインと今回のデザイン、こう見比べてみると、細かいところはもちろん違いはありますが、全体的にはオリジナルを踏襲したデザインになっているかと思います。レゴグループ90周年記念として2022年に発売されました、同じくリメイクセットのライオンナイトの城、このセットに関してはいい意味でも原型をとどめていない、そんなデザインだったんですけども、今回はオリジナルの要素をふんだんにね、採用してきたなと思います。ちょっと例えが分かりづらいかもですが、ゲームタイトルで言うとリメイク版というよりは HD リマスター版に近いかなと個人的には思いました。セットの内容をチェックしていきましょう。まずは何と言っても砦を支える基礎の部分、そして入り口前にある坂になりますかね。これ当時のセットでは、レゴでは基礎版と言われるもので、立体の固定されたその基礎版のパーツでできていたんですが、今回はこれをレゴの細かいパーツを利用して組み立てることで表現した仕様に変更されています。これ本当にすごいなと思いますし、もちろん1989年の当時は生産されたパーツのパターンも少ない中で基礎版という選択肢だったと思うんですが、今回のリメイクセットはその後登場した様々なパーツを駆使して、今だからこそできる表現を最大限まで高め表現しているんじゃないかなと思います。そしてその土台の上に立つ砦、もちろん配色もそうなんですが、全体的な砦の構造をちょっと見ていきたいんですが、砦の周りにある黒い桟橋に赤い2台の大砲、奥の塔にある牢屋、そして荷物を上げ下げし運搬するクレーン、もちろん稼働します。このように要所要所にある設備がオリジナルとほぼ同じ場所に配置されています。なので当時のセットを知っている方にはなんだか懐かしさを感じる、そんなセットでもあると思います。もちろん追加要素もありまして、まず目につくのはこちらの帆船、これオリジナルには付属していなかったんですが、1992年に登場したこちらの同じく総督軍の本拠地でもあるポートロイヤルの港に付属していた帆船のようにも見えますし、これはめちゃくちゃ嬉しい追加要素だと思います。そしてこれが今回の大きなポイントかと思いますが、この大きな砦はこの画像を見る限りですと、5つのユニットに分割することができて、さらにそれを横につなぎ合わせることで、別の形をした砦を表現することができちゃいます。これ横幅かなり長くなると思いますし、インパクトある砦にも大変身しちゃいますね。あとはブロックでできた基礎の内部もオリジナルでは表現できなかった隠し部屋であったり逃げ道などが追加されていることも嬉しいポイントです。そして気になるミニフィグになりますが、海兵隊が6体、海賊が2体、そしてこの映像でちらっと骸骨のミニフィグも確認できますので、合計9体のミニフィグ、そして南海の勇者シリーズより登場した猿とオウムも付属しています。はい、ということで、かねてより噂されていました1989年に発売されましたサブレ砦でのリメイク、エルドラド要塞をチェックしました。
レゴ公式のツイッターアカウントでこのセットの情報が公開された時の反応もすごくてですね、これ海外の方のリアクションになるんですが、まあものすごい速さでめちゃくちゃコメントされていましたので、これを見るだけでもどれだけ注目されていたのかがわかります。そしてこれ個人的にはワクワクしかないんですが、2022年はレゴグループ90周年記念というアニバーサリーイヤーだったので、リメイクセットが記念としてね発売されるのはまあすごくわかります。ただそのアニバーサリーイヤーが終了した1年後にも普通にリメイクセットを発表してきましたので、これは間違いなく80年代90年代その前の時代でも OK なんですけども、懐かしのセットたちが定期的にリメイクしていく、そんなフラグが立ったんじゃないかと思います。勝ちましたよね。ウエスタンシリーズ、忍者お城シリーズ、トレインシリーズ、今後ねリメイクが来るかもしれません。懐かしき南海の勇者シリーズのリメイクセット、大人レゴといえば何かと値段設定が高めなこの流れの中でも、あれ意外と安いかと思うこのセット、皆さんは買うのか買わないのか買えないのか、ぜひぜひご意見コメントで教えてくれると嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。